メリーランド州会議事堂メリーランド州会議事堂はアメリカ合衆国メリーランド州の州都アナポリスに立地する同州議会の議事堂。庁舎内にはメリーランド州議会の上下両院の本会議室が設けられている。メリーランド州会議事堂は現在でも立法機関として用いられている議事堂としては最長の歴史を持っている。この庁舎の建設は1772年に 始まったが、独立戦争の最中に建設が進められたため、完成までには7年の歳月を要した。1783年11月26日から、翌1784年8月13日までの間には合衆国の首都がアナポリスに置かれ、メリーランド州会議事堂は、連邦議会議事堂も兼ねていた。 メリーランド州の25セント高架このジョージア様式の議事堂はジョセフ・ホラリオ・アンダーソンの設計によるものであった。2階建てのレンガ造りの庁舎には切り妻屋根が被せられ、屋根の上には手すり付きのバルコニーおよび釘を1本も使用することなく作られ大きなコリント式の柱で支えられた木製のドームが設けられた。ドームの上には別のバルコニーと明かり室が設けられ、 最上部にはベンジャミン・フランクリンの指示によって平い針が取り付けられた。庁舎の正面玄関前にはペディメントをかぶせられたポーチが設けられ、ファサードには1階2階の両方に長方形の窓が並んでいる。メリーランド州会議事堂の庁舎は1968年に国家歴史登録罪に指定され、1969年に設立された州会議事堂トラストによって管理されている。 また、議事堂のドームは、メリーランド州の25セント硬貨に描かれている。ドームの直下は、ロタンダになっており、スループ間メリーランドのレプリカが置かれている。正面入り口の右側には、球場員本会議室が残されている。1781年2月2日、メリーランド植民地総督トーマス・シムリーは、植民地議会の上下両院議員の前で、第二次大陸会議において、 メリーランド植民地の大議員に権限を与える法案に調印し3月1日の連合議約批准へとこぎつけた。また1783年12月23日にはこの議場でジョージ・ワシントンが大陸軍の司令官を辞任した。現在の州上院本会議場は新たに増築されたウィング内に設けられている。議場は上部に設けられた。 ティファニースタイルの照明装置で照らされている。床にはメリーランド州省が描かれた赤い絨毯が敷かれている。壁面にはイオニア式の柱が立ち並び、上部に設けられた膨張石を支えている。壁面と柱は州の公式色である赤サビ色と黒の反転がついた大理石で作られている。円段の側にはジョンハンソン及びチャールズ・キャロルの像がそれぞれ、 建てられている。また、壁には、ウィリアム・パカ、トマス・ストーン、サミュエル・チェイス、およびチャールズ・キャロルの肖像画が飾られている。集会員本会議場も、上院本会議場と同様、ウィング内に設けられている。議場の床には、オリーブの葉で囲まれたダイヤモンドの模様が描かれた、ネイビーブルーの絨毯が敷かれている。上院本会議場と同様、壁面には、 上部の傍聴席を支えるように屋敷の柱が立ち並び、壁面と柱は州の公式色である赤サビ色と黒の斑点がついた大理石で作られている。円壇の上の壁面には時計を支える大理石像のペディメントが設けられている。また、壁面には歴代の州外院議長の肖像画が飾られている。ありがとうございます。